はい、こんにちは、食大臣です。大臣君、それ、犬どうしたんですか？ちょっと今日、場所をお借りしてるんですけど、キャンディージム、六本木の。じゃちょっとそこの番犬です。めちゃくちゃでかいですよね。かわいい、あったかい。格闘家で YouTube やってる方たくさんいらっしゃるじゃないですか。はいはいはい、みんな結構お金について興味あると思うんですけど、ファイトマネーについて、ちょっと聞きたいなと思ってまして。なるほど。一番最初のプロデビュー戦のファイトマネーとかって、はいはい、プロデビュー戦は15歳なんですけど3万円です。なんか結構聞かれるじゃないですか、その勝ったらもらえるのとか。でもそれはファイトマネーは戦ってもらうみたいなもんですよ。負けたらもらえないのとか俺も結構聞かれるんですけど、はいはいはい、もう試合をしたらもらえる、勝っても負けてもあの契約してるあの金額、はいはい、契約書に書かれてる金額があるんでそれは変わらないですよ。タイジ君と対戦相手のギャラも変わるんですよ。あーでもそれはあるかもしれないですね、うん、集客だったり、はいはいはい、人気度とか、はいはい、実績でやっぱ全然変わると思います、はい、まあデビュー戦はでも大体そんなもんですよ。こう最近の試合のファイトマネーを言える範囲で最近の、はい、50万以上もらってますか？50万以上はまあもらってます。100万以上一つ言えるのはじゃあ、まあ3桁。はいはい。100万円以上。まあまあまあ言ってますね。はい、ちなみにファイトマネーって各団体で変わるもんですか？いや変わるんじゃないですか。各団体、うん。まあもちろんね、多分ここだったら稼げるとかあると思うし。あ、言っちゃった。嫌われたか。僕が出てる、まあそのライジンとかライズは国内だったらまあ、そこそこいいんじゃないですか。多分。あとどんな収入が格闘家の方って、まあ、あとはあるとしたらまあスポンサーとか賞金とか、ね、2019年かな2019年の世界トーナメントがあった時はもう優勝者が1000万円という賞金がもうついてたんです。その時はもらいました。もっと稼がないとダメですよね、格闘家も。なんかクラブハウス、はいはいはい、クラブハウスで野球選手とかともう日本代表の同い年とかの選手と話したんですよ。タイジは優勝して1000万なんだよ、その日で1000万なんだよとか言われて、はい、野球選手たちがいる場で、はいはい、めっちゃ恥ずかしくて、だってもう何億とかの稼いでる人じゃないですか、はいはいはい、日本代表とかで。だからその日だけってまあ簡単に言うけど、違うんですよね、はい、それまでの期間があるし、はい、しかもそれもトーナメントで優勝したからってわけで、はい、もしそれで仮に決勝まで行ったけど負けたらもらえないわけじゃないですか。はいはいはい。他の格闘技でたくさんファイトマネーをもらえる競技って何があるんですか？いや、ボクシングじゃないですかね。だからボクシングが一番お金が動くやつ。やっぱ、アメリカで流行ってるものって稼げるじゃないですか。うん、まあ、ボクシング、まあ、国内だけだったら、正直多分そんなに大差ないと思うんですよ。はいはいはい、でも、世界で、こう、アメリカで戦うとかできるじゃないですか、ボクシングは。うん、そうなると、やっぱ、額が変わりますよね。うん、そのなんかも、だから僕も、現役中に、まあもう大きな夢ですけど、はいはい、現役中にもう生涯食っていけるみたいな、はいはい、もう何もしないで食っていけるみたいな、もうそこまで夢持ってやりたいですよ。だからまあ僕が一番もらったのってそのまあ1000万の賞金だけど、はい、もっともらえる夢は、もっともっと夢あるっていうかもうね、今の小さい子たちが、はいはい、あそんなに稼げるんだみたいな夢持てるようなとこに行きたいですよね。はい、そのためにはもう練習をし続けるしかないですね。いや、それはもう大前提です。そうですね、うん。負けなければやっぱそれだけの価値がつくし、はい、ファイトマネーも多分跳ね上がってるだろうから、やっぱこうやってプロでやってる以上なんかもう、もっと派手な生活もしたいじゃないですか。まあ、だいぶまあ、デビュー当初に比べると、それはね、バイトとかも今はしてないし、よくはなったんですけど、まあ、別に稼ぐことが一番の別にモチベーションじゃないですけど、格闘技やってる、もちろん格闘技で一番好きでやってるから、まあ、それは楽しくやってるし、だけどやっぱ、ね、プロとしてやってる以上やっぱ稼げないとかっこ悪いじゃないですか。そうですね。あいつあんななんか調子乗ってなんかチャンピオンだと言ってるけど全然金もらってないみたいな、はいはいはい、めっちゃダサいじゃないですか。夢を与えられる選手になってほしいですね。したらさっきみたいなあのでっかいワンちゃん買いました。夢ですか？いやなかなかでっかい犬を飼うって夢ですよ。もうで広い家で、はい、なんか大きいワンちゃん犬、将来的にはそういう広い家住んでもう自分の家持ってでっかいワンちゃんいて夢です。ファイトマネーお金の話は、ね、皆さん好きだと思うんで
まあ、ぜひ見てくれた方ありがとうございます、見てくれた方チャンネル登録とグッドボタンお願いします。